とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使ってみようと思います。これ、大いなる破滅、黄金で、虚無酸で、エンチャントで、リフレッシュでしょ。で、こっちは、重力、真ん中をね、追い打ちかな。それでちょっと使ってみましょう。実際このグレイブ系使ったことほぼないんだけども、どうなることやら。デイリーに行ってみましょう。それでは行きましょう。今回が HP20% 増加して最後の叫びを持ってる。で、敵がね、弱体化を持ってんのよね。弱体化か、ちょっとね、動きづらくなるんだけど、まあまあまあ大丈夫でしょう。行ってみます。あ、ここにはいないね。こっちにはキャプテンはいないっぽいですね。霊気は嫌いだ。霊気は嫌いで、意外とあれだね。これは破滅の方で正解だったかもしれないね。ベノムグレイブの方がダメージ出るかなと思ったんですよ。でも、こっちの方が、まあまあ、ゾンビだけだけどね、ダメージが出るのは。でも、ベノムグレイブの毒って、そう大したことないのよ。なんで、一応まあ 20%、まあ、ゾンビだけだけど、上がるこっちの方が、全然良かったかもしれないね。やっぱ DPS は、結構低め。あ、そうでもないのか。あれか、今のは防護持ってるやつだったからか。なるほどね。し、弱体化をかけられてるっていうのもあるよね。あ、でもそれでもよう倒してるよ。倒してる。うん。で、打点が結構先の方にあるんで、重力との相性がいいね。重力との相性が良くて、あ、こいつ先に倒しときたい。あ、結構安全に近接の敵だったら倒していけるかもしれない。はい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 。なるほどね。悪くないんじゃないですか。いました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 。あおい、雲。ああ、ちょっと待って。弱体化入るからドラが入らないとダメージがちょっと取れない。よっしゃ、オッケー。神秘、なんだ。モブ HP70% 増加。あ、まあ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 。いいんじゃないですか。それぐらいだったらね。100何%上がるよりも、まあまあまあ、全然、マシですね。おい。もう、霊気とか、トゲとか、やたらきついやつが多い気がするんだけど。やたら敵がきついよ。あ、でもね、グレイブはね、いいかもしんない。槍みたいな感じだね。槍みたいな感じで、安全に敵を処理できていってるんで、いい感じです。で、槍よりも、横に広いので、結構敵をまとめて重力にかけることができて、いい感じかもしれません。うん。はいはい。まあ、行きましょうか。旗は全部取ります。キャプテンいる。ちょっと待って。霊気持ってるやつがいるっしょ。ちょっと待って、マジでやりにくい。あ、でも、ここの、あー、ちょっと待って。レイスがいなければ、ここで、簡単に倒せるのに。いやー、もう、あのレイス鬱陶しいな。ちょっと待て。しゃー。レイス鬱陶、こいつ。こいつさえ、レイスさえ倒せば、ここでね、位置取りでいい感じに倒せるはず。よし、オッケー。いや、でもお前だ。問題はお前だ。よっしゃ、オッケー、倒せた。誰霊気持ってんの。あ、なくなった。よし、霊気なくなった。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、すっごいな。うっとうしいな。どんどん召喚するからか。よし。とりあえず OK。
お前も先に倒す。弱体化が入るとダメだね。よっしゃー。で脅威です。で先にもいたでしょ。なんか名前がちらっと見えたよ。位置取りを考えて戦うのいいね。面白い。よっしゃ。確実に敵からダメージを受けない場所っていうのはやっぱね出てくるから、そこを考えていくっていうのは面白い。しゃ、ちょっと待って。よっしゃ倒した。で脅威か。であとはどこにいるんだい。洞窟の中でしょ。洞窟内入りました。多分ここにいるはず。位置取りをしっかりやっていこうか。あ、いやそうでもなくていいか。 OK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  いいよ。やっぱねモブ HP が 70% アップしてからちょっと戦いにくい。いやけども全然余裕。いいよ。何体ぐらいいるかなこの先に。神秘がねもうここで全部揃ってくれれば嬉しいんだけども、どうでしょうか。 OK デスバーターも入ってるし安全安全。反対側行かずにもうこのまま横に進んでいきます。 OK クリーパーがいないからね結構楽だよね。クリーパーがいるとちょっと動きにくくなるんで、いないってなると全然余裕。いないかい、キャプテンは。あ、いるな、これ。これ、キャプテンいるな。あ、あっちか。オッケー、行こう。ちょっと待て。えぐ、ちょっと待て。お前ら。あー、これ。浮遊射撃持ってる。勘弁して、浮遊射撃は勘弁してくれ。どこだ。いやいや、やめろ。ちょっと待て。戦いに行く。よっしゃ。OK。とりあえずドラ。よーし OK。あとはお前を倒すだけ。ちょっと弱体化が効いてる間はダメージがね入りにくいんで。よっしゃ OK。なんだ。速度 80%。 あ、全然 OK です。お、で、またいた。いいよ、その調子でいてくれ。よし、 OK。 これ、うっとうしいな。これはうっといな。よし、ちょっと待って、ネクロ、お前ちょっと召喚しまくるからもうやりにくい。よし出た。何ナイトモード、もうやめろ。そんな出なくていいよ。よし、そんなに敵出なくていいから。よし OK。 あと一体どこだ。この先にいるかな。いてくれれば嬉しいな。そしたらもうすぐにねゴールしていいんで。おーい、えらいこっちゃ。まあ、でも一気にこう叩けるところはいいところだよね、この武器の。ちょっと待って、重力ついてるやついるっしょ。重力ついてるとちょっとやりにくい。お前はちょっと先に倒す。にゃー、ちょっと待って。これは弱体化弓をちょっと虚無弓に変えるかな。いや、いいか。よし、いない。もうこれ先に行くしかないな。ゴールはねもうすぐ先にあるんだよね。ここにすぐ先にあるんだけども、旗はちょっと全部取っていきたい。そうするとだいぶ達成感があるからね。あー、いやー、弱体化うっとうしいよ本当に。ダメージがね、ガタ落ちするもん。どこだ？あ、キャプテンいる。どこどこどこ？いたいたいた。
よし、ちょっと待て、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、これ死ぬかも。これはやばい、やばい、お危ね、ちょっと待て、えらい HP 高いな。よし、直した。ちょっとこれ無理やろ、お前ら。ちょっといい加減にしろよこれ。ちょっと待て、まず取らして、オッケー。このネクロよ、ネクロ、本当に弱体化ついててもうなかなか倒せないところにネクロがガシガシ召喚してくるからさ、ちょっと勘弁してよ本当。よっしゃ、オッケー、行きましょう、もうクリアしよう。いやー、嫌なクエストだったな、本当ここ嫌なクエストだった。はい、まあ、とりあえず、旗は6個全部月中ですね、クリアしましょう。はい、ということで今日はこれ、大いなる破滅の黄金で虚無、リフレッシュ追い打ち重力使ってみました。良かった、思いのほか使いやすかったね。 DPS は低めです、 DPS は低めなんだけども、すごく安全に倒していくことができるので意外と好きでしたね。うん、槍もかなりね安全にいけるんだけども、こっちも横への範囲が結構広いので重力でまとめてくれるんでやりやすかったです。はい、グレイブ系意外とおすすめです。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。